2世紀から3世紀あたりに、日本にあったとされる邪馬台国。中国の魏志倭人伝では、卑弥呼という女王が治めていたというものの、日本には文献がなく謎が多かった。邪馬台国があった場所については、いろんな説があるが、中でも有力だったのが畿内説と九州説。邪馬台国は近畿地方にあったというのが有力になりつつあったものの、その畿内説が打ち砕けれそうになっているのだ。一体どういうことなのか、見ていこう。佐賀県の国指定特別史跡吉野ヶ里遺跡にある謎のエリアで大きな発見です。邪馬台国時代のものとみられる石棺墓が新たに見つかりました。どんな顔しとるんや。これは決まったか？卑弥呼って和人伝にしか出てこないだろ。卑弥呼は、中国の魏志倭人伝にしか載っていないが、日本書紀や古事記に載っている大和と飛び桃祖姫が卑弥呼なのではないか？とも言われている。これ邪馬台国の場所の手がかりになるんか？認められたら九州説でほぼ確や。ほな奈良のあの古墳は？まあ冷静に考えて九州説以外ないもんな。山口県には楊貴妃の墓があるんやが？静か御前の墓もやで。楊貴妃は、中国の唐時代の皇妃。絶世の美女として有名だが、難を逃れるために、山口県長門市に流れ着いたとされ、二尊院には楊貴妃の墓がある。静か御前は、義経の愛称。山口県阿東町徳佐の竹林の中にひっそりとお墓がある。やっぱ宇佐神宮に関わりあるんかね。宇佐神宮が何なのか判明してほしい。宇佐神宮は、卑弥呼の墓という伝説がある。ただ、スレミンの言うように、まだ解明はされていない。宇佐神宮の姫狼、卑弥呼イコール豊玉姫だよ。箸墓古墳は？箸墓は邪馬台国の時代より1世紀後に作られてるから。箸墓古墳の卑弥呼説はかなり信憑性高い。畿内説ってどうやって邪馬台国が中国とやり取りしてると思うん？畿内説を推すスレミンが現れるも、畿内説に疑問を抱くスレミンたちとのバトルが始まる。これ卑弥呼やったらええな。畿内説強引すぎたから確定してほしいわ。神武って卑弥呼より後なんか？邪馬台王朝の源流勢力自体は邪馬台国以前から存在した可能性は高いだろ。その後、邪馬台国を滅びして九州統一したのが卑弥呼以降の話ってだけで多分、伊予の代に滅ぼしたんやろ。卑弥呼イコールアマテラス大御神説もある。それじゃ佐賀が高間ヶ原になっちゃう。卑弥呼とアマテラス大御神は、実は同じ人物ではないか？という説があり、二人には多くの共通点があると言われているのだ。共通点とは、宗教的権威がある女性で、弟がおり夫がいないこと。また、言葉を伝えるために出入りする男がいることなどだ。その他にも、卑弥呼の使者、僧侶として仕えていた豊にあたる人物についてや、卑弥呼の、この乱と思われることが、日本にある資料からも発見されている。船で日帰り韓国旅行できるくらいには九州から大陸って近いしね。吉野ヶ里はちょっと内陸部だけど。吉野ヶ里遺跡ってしょぼいけどあんなのがガチで邪馬台国の首都やったん？地中海世界や中国だと石の城壁で囲まれた大都市がいくつもある時代やろ？三世紀って弥生時代の延長にしか見えんのやけど。遠行の南蛮みたいな扱いやったんやないん？あんぐらいの文明レベルで朝鮮半島を支配してたとか白村江で大軍動員したとか信じられへんわ。船も小さいこんな感じのしかなさそうなイメージ。朝鮮半島南部に大和朝廷の支配地域あったと考えたら日本から行くはずもない普通に大量の船の謎も解決するけどな。現地の日本軍兵士で船作っていけばいいだけやし。まだ何が入っとるのかわからんのか。ドキドキもんやろな。確定じゃないじゃん。この中に金印あるんじゃね。どうやって卑弥呼の墓かどうか判断するんや。卑弥呼印の金印が入ってたら当たりってことけ？ワイが習った歴史やと金印が出たのがそもそも九州だったで。畿内説やと金印がどうやって九州までとか議論されとるん。金印って甲武帝とかの時代じゃなかった？あれって紀元前1世紀とかで卑弥呼よりはるかに前だった気が。金印は那国でそっからの移動日数でこじつけると畿内になるんや。ウィキ読んだんやが緩やかな同盟部族が九州に広がっとって移動しとる説が一番しっくりくるな。畿内説こじつけないとあかんのくさ。あの金印って邪馬台国のやつちゃうやろ。邪馬台国のもらったやつはまだ発見されてないんやなかったか。真偽は王の印でも見つかれば確定とかあるんけ。マジか。ついに邪馬台論争決着するんか。邪馬台国の場所っていろんな地方が主張して大きな利権が絡んでるから仮に確定したとしても公表が難しいって聞いたわ。んなもん無視して公表するに決まってんだろ。学術なんだと思ってんだ。吉野ヶ里ってマジで何もないよな。なんなら遺跡もない。
吉野ヶ里遺跡は、700年もの長い間繁栄した弥生時代で、小さな村が40ヘクタールを超える大きな集落へ発展していく過程がわかる貴重な遺跡だ。しかし、出土したものはナイフ型の石器や土器など、弥生時代の遺跡で最大規模であり、集落を囲むように堀が作られ、厳重な備えがされていた場所である。今まで何してたん？吉野ヶ里見つかって何十年経ってるんやろ？なんで今まで発掘調査されてなかったんや？こんなもん日本史の中で重要やと分かりきったことやんか。神社があったから。神社跡ってのもええな。昔から重要な場所やと伝えられてたのかもしれん。神社あったんか知らんかった。神社で蓋をされてたってことか。この神社相当な歴史あるんちゃうか。吉野ヶ里遺跡には、日吉神社があり、歴代の王が眠る北墳丘墓西側にあったが、高齢者が参拝するのに厳しいとの声が多くなったため、参拝に訪れやすい北墳丘墓の東側に移すことになったそう。未調査の区域にやっと踏み込める時が来たのだ。古墳の上に神社立ちがち。まあ割と神社も立ち入り禁止の意味あって建てる場合もあるからな。昔から古墳の上で旗作って住んでる集落の人は遺跡の保護してる扱いでみんな税金免除されてるって言ってたな。その代わり家の改築やらできんのだとか。迷信ではあるが、神社の跡地は、住んではいけない場所としても有名である。病気や事故などに見舞われるとよく耳にする。岸田と邪馬台国は鹿児島なんでしょ？国の国のことやなくて？どちらかというと熊本っぽい気もするけどな。記述されてる国がことごとく九州周りなのに機内にいきなり飛ぶのもおかしいしな。大和王朝の起源が佐賀ってこと？宮崎とか福岡じゃなく。そもそも邪馬台国イコール大和は証明されとらんやろ。機内説ってその辺を軸に主張してなかったっけ？それが証明されとるんなら機内説で確定やろ。なのに確定してないということはそういうことや。ハイキングウォーキングの仕事につながるやろか。卑弥呼様ーでおなじみのハイキングウォーキング。解散疑惑が出ていたが、存続している。それはさておき、日本の歴史オタクのスレミンたちの見解は続いていく。移動距離の記録残っとるんやっけ。当時と今とでは中国と日本の地理関係違ってたんやないの。そもそも統制ってあるから普通に九州から東に侵略していったのが普通だと思うわ。そもそも実在するのか。まあ大陸との距離考えてあの辺にあるのが妥当だわな。機内派域。義に徴工した邪馬台国はその当時の日本列島最大勢力であったはずという仮定に基づいている。機内派が歴史研究邪魔してる可能性まであるやん。九州の方が地名も近隣もほぼ核なのに仮定でってなんやねん。そっちの方が今の天皇と繋げやすいからやろ。九州だと今の天皇と関係ないまであるやん。確かになんで最大勢力だって限定するんやろな。脆弱やから庇護を求めた可能性もあるのに。邪馬台国が九州だけ統治してた国ってことで整合性取れるんか？統治いうか緩やかな同盟で繋がっとったんやろ。邪馬台国は九州の一勢力やのに中国に嘘ついては国代表って言っちゃった。ほんとならにもっとでかい勢力があったけど中国とは通じてなかったってことでええんか？そもそも和国が日本全土を指すとは限らんからな。九州だけということも十分あり得る。そもそもならに限らず全国に国未満の集団はあったと思われる。ただしこの時代やから記録を残すことなく消えていったので発掘されるまで闇の中やね。違う国から来た代表で間違いないんちゃう？中国側がそう書いてたんならそうやろ。しかも奈良にでかい勢力あったって願望やろ。ウィキペディア引用。機内には最大級の都市遺跡がある。義に徴工した邪馬台国はその当時の日本列島最大勢力であったはず。はずってなんやはずって願望やん。これいつも思ってるんやけど、南北朝時代に九州の南朝勢力が日本国王を名乗って明と貿易してた歴史あるし、徴工する組織が日本の列島の最大勢力じゃない可能性なんていくらでもあるんやないの？海外と繋がってるのは最大勢力やなくて外国とやり取りできる港を支配してる勢力って当たり前のことが理解できないバカばっかりだからね。邪馬台国と同時期に築かれた箸墓古墳っていう前方後円墳があるから奈良にでかい勢力がなかった説は無理がある。考古学だけで見るなら九州と機内で別の勢力があったと見るべきや。こっちは九州説で楽しんどくわ。機内説はとんでも理論で何ややっといてくれ。いや古墳が残ってて年代特定までされてるのに何がどうなったらとんでもになるんや。前方後円墳が大和政権下で日本全国に作られたことくらい知ってるよね。なんで最初の前方後円墳が九州じゃなくて奈良にあるんよ。文字くらい使えねえのかよ。棺桶に名前くらい刻んどけ。
朝鮮の和人支配地域から対馬、力道って開拓者が九州に渡って九州北部を制圧して、九州南部の縄文由来の現地人、クヌノクニやハヤト、との戦争に備えながら別の開拓地を併合して東にさらなる開拓していき山と、山井、国の中枢が機内に引っ越して山と王朝になった説あると思う。さらに東はまだ恵比氏が住んでたしな。最初から機内にあったなら昔から恵比氏について書かれてないとおかしい。恵比氏とは、関東や東北、北海道に住んでいた人たちのこと。この頃の日本は、九州や近畿あたりを示しており、関東や東北などは、奈良時代や平安時代初期までは日本という認識ではなかったのだ。ちなみに、奈良時代から平安時代にわたり、その恵比氏を率いていた族長がアテルイで、関東で西に闘志を燃やしていたのが平野正門である。邪馬台国と同時期に奈良に箸墓古墳っていう大和政権の根元みたいな前方後円墳が築かれてる九州から移動した説は無理があるんよ。当時奈良にいた勢力が大和政権に繋がってるのは間違いないけど邪馬台国は九州の別勢力だったって可能性はある。邪馬台。矢印これを邪馬台と読むのは日本語読みで実は当時の中国義でなんて読まれていたかは正確には不明。邪馬って読むって主張する者もいるし全く別の読み方をするって主張する奴もいる。邪馬台。とよ。いや、大和やろこれ。まあそう解釈するのも有力だよな普通に。正確に言うと中国の書物では、との表記になっていて宇手名は一を表す漢字一は大を表す漢字なんや。だから本当は現代では山一国と表すのが正しいとすべきという意見もあるんや。あの時代に女の古墳作られてるって地味にすごいな。他の国でも上位いたんやろか。邪馬台国ってあくまで魏志倭人伝に書かれた国だと思うんだよね。当時は日本中に国があったんだから何かが発掘されたからって確定するってのは考えにくい。まあとりあえずその時代に古墳作られるほど女の権力者がいたのはでかい。国とかそもそもないやろ。有力豪族を便宜上国として呼んでるだけで大和王権が出てくるまで日本に国があったとは思えん。邪馬台国は滅びてなくて空白の150年の間に邪馬と朝廷に名を変えて存続していたという説は実際どうなんや？というか朝鮮から文明と一緒に渡来人が来て権力者層に潜り込んでるのはほぼ確定だから邪馬台国が小国と渡来人飲み込んで邪馬と朝廷になったのもあるな。卑弥呼なんか本当に存在すんのか？中国人がそう言ってた以外に根拠ないんやろ。しかし日本側の記録ないの悲しいね。全部中国だより。アニメキングダムの舞台である春秋戦国時代の頃は、日本は縄文時代から弥生時代に入った頃。日本で稲作が始まった頃に、すでに青銅や鉄の剣で戦っていたのが中国である。かなりのタイムラグがあるのだ。卑弥呼じゃなくても卑弥呼の前の歴代の王の墓だろうから確定かな。これ本当に卑弥呼の墓なん？可能性で言えば高い。仮に違ったとしても歴史に影響を与える発見である可能性は極めて高い。ロマンあってええな。ロマンのある話が膨らんでしょうがないスレミンたち。続いては、先ほどのスレでも議論されていた、邪馬台国イコール大和説について、機内説の実態についても触れているので、スレミンたちの見解を見ていこう。ただ、このスレは、2021年のスレなので、それを踏まえてみてほしい。邪馬台国大和説、最有力候補地巻向遺跡調査の考古学者石野博信さん、やっぱり大和かなぁとなっている感じやね。邪馬台国の時代に天皇が九州にいたから。九州にいたのは天皇の家来たち。天皇は四国にいたよ。四国から近畿に移動。四国の地名を近畿のところどころにつけてるだろ。吉野川とか。機内説の実態。理由は言えないが和人伝の南は実は東だった。奈良も鉄器社会だったが鉄が溶けやすい地質なので残ってない。よく似た古墳がある地域は当時同政権だった証拠。巻き向く建物の柱穴より深い別の遺構で出土した桃の種が3世紀だったので建物は卑弥呼の宮殿に違いない。巻き向くは人々の住居跡がほとんどないので和国の首都だった。島根県で啓発3年の木の年鏡が出土したので機内説が正しい。博多湾から東馬国までの水耕発火の道中は無人地帯だった。東馬国から水高等下陸行1月の道中も無人地帯だった。中国産の銅しかない時代に作られた三角縁神獣鏡の成分が中国産だと分かったので中国製で間違いない。中文は日本の漢文と同じ。魏志倭人伝を中国人が読めば誰がどう解釈しても邪馬台国が東シナ海にあることにしかならないのよ。それはなぜか？魏魔食を攻めるとき南蛮に背後を襲わせたように魏魔クレを攻めるとき東シナ海から邪馬台国に襲わせようとして使者を送ったわけ。ところが、使者が行ってみたら全然違う場所だった。
でも、計画を立案した官僚のメンツを潰せないのであたかも、東シナ海にあるかのような書き方をした。それが魏志倭人伝。魏志倭人伝に記されている邪馬台国の位置は、ソウルから1万2000里の場所。しかし、一里の単位が日本人と違うことや曖昧な部分が多く、真相は分かっていない。日本で半島人の血が最も濃いのは九州だよ。いや、最近の全ゲノム解析で判明してるけど、九州や山陰は朝鮮半島との距離的な近さにもかかわらず、DNA に占める縄文人の割合が高くて朝鮮民族の祖先とは距離があるという結果だった。東の関東とかの方が DNA 的にはずっと朝鮮民族に近い。エビデンスを添えろよ。朝鮮人固有の遺伝子。機内からは魏の年号の入った魏の銅鏡が見つかるので魏に朝貢していた邪馬台国は機内にあったというのが現在の最有力説。銅鏡は、魏国から卑弥呼宛て200枚送ったと言われており、明確な使い道については確認されていないが、いくつか諸説がある。銅鏡は、奈良で大量に出土しているものの、日本各地でも出土しているため、あとは、昭和鏡といって、室内に太陽の光を反射させ、太陽の光を操り銅像の彫りを浮き上がらせるなどのトリックとしても使われていた。そこから、各地の有力者に配っていたと考えられている。魏国でも、銅鏡は市長レベルの人しか所有できない貴重なものだったからだ。そのため、権力者が亡くなった時は、副葬品として勾玉や剣などと一緒に、埋葬されていたと言われている。中国で出てない銅鏡ばっかだぞ。国内産のレプリカじゃん。九州説はよくこうやってあからさまな嘘をつくね。機内からは三角淵神獣鏡をはじめ遮炎神獣鏡や賀門台神獣鏡や方角菊鏡が出土していて中国でも同じものが見つかっている。同時代の中国と確実に同じ鏡が出てきたのは大分県日田市。九州でも出てニュースになってなかった。九州にあった三門国が滅ぼされて宝物として機内に移動した可能性はないのかな。機内説がそんなに有力になる理由としてはまだ弱い印象を受けました。九州の大分から出た鏡は中国の研究者のお墨付き。実物を確認した上で邪馬台国のものである可能性が高いと発表。それ出土が怪しい。今までも、限りなく黒に近いダークグレーだったけど最近になって、当時関わっていた学者が段原古墳からの出土ではない旨の文章を書き発掘関係者の証言も公表されて、ほぼ真っ黒になってる。そもそもこの記事はローカル新聞の匿名記者が誘導尋問みたいな感じでインタビューしたようなものだろ。ありがとう。機内説だとこの鏡の存在はどう説明されるんだろ。まあこの中国人もうさんくさいとは思うが。まあ、永遠に答えは出ないでしょ。文字記録がない時代だから確定しようがない。その金印とやらが出れば別だが、とっくに無賛してるだろ。熊祖征伐は慶光天皇や大和たけるの命の力で行ったと書かれており、魏の旗や檄文があったとは書かれていない。熊祖を倒した方法は、宴会で、大和たけるの命が助走して熊祖たけるを、した。機内野郎は証拠出せよ。九州説が勝利したら今度は福岡と様プラスアルファで邪馬台国を取り合うんでしょ。そっちが楽しみ。小田急線だよな。あんな米軍基地のあるとこに邪馬台国があったとかロマンだな。いろんな説があるのは楽しいけどね。邪馬台国三重県説とかまであるのな。答えはすでに出ている。邪馬台国の卑弥呼イコール大和の姫巫女。長官の生間イコール日向の豪族生目。副長官の三松イコール吉備出身の豪族、巻向く政権の御魔女。何か聞きたいことはあるかな？まあ、ベタに邪馬台イコール大和なんだろうね。熊祖から武尊を奪ったように大和軍にいた土蜘蛛を、した時に国名を奪ったんじゃないの。古代はどう読んだか知らんけど、しかし音韻学では相当正確な発音を確定できるらしい。でも大和と大和が何の関係もないってのが、かえってしらじらしい印象を受ける。邪馬台国は三門山であり、甲羅山が本拠地で、卑弥呼の墓は祇園山古墳、鏡山神社である。関西出身は機内っていうし、九州出身は九州っていう、バイアスがかかった者同士の論争。この論争に決着がつく日は来るのだろうか ?40 代以下は吉野ヶ里遺跡の発見後に日本史を学んでるから九州説が多いと思う。吉野ヶ里は保存状態が希少なのであって同時期の大規模集落遺跡は関西にもあるやん。邪馬台国は野蛮な縄文土人でしょ。渡来人の進んだ国家がある大和にそんなのいないと思う。丹波氏がなぜ弥生後期に力を持っていたかというと、丹波の当時で有名な日本酒の製造方法と、丹後ちりめんに引き継がれている絹織物の製造で、経済力を有していたからと考えられる。九州。奈良への移動でいいのにみんなどちらかに限定して対立煽ろうとするよね。
日向から当選したことは書けるのに、邪馬台国が当選したことが書けないって意味不明だからね。邪馬台国の当選や、九州王朝の当選は完全に妄想の世界。金作明鉄拳や銀作明たちみたいな、仏性の前には九州王朝はラノベの世界でしかない。日向から当選したんなら日向が邪馬台国じゃね。邪馬台国が当選したなんて一言も書いてないから、むしろありえないってことだ。あったとかなかったとか断言する奴はみんな妄想か。九州にあった邪馬台国に似せた集落を機内に持ってきたんだろう。日本書紀二十前や突厥の話が全く出てこないってどういうことだ。学会はだいぶ前から大和説で固まっています。民間の議論の熱を冷めさせないためにあえて 5% ぐらいの学者が九州説についたのです。ほんそれ、今の学会では九州説なんかネタレベルで邪馬台国イコール機内が定説になってるってよく聞くよね。ここでは九州のが強いけどなんだかな。義士は人伝にちゃんと記載されてないのが悪い。何にも出てこない近畿のわけないやんけ。菊池川を挟んでやり合ってた近畿なんて全く論外。単語には天の橋立の天女伝説で有名な絹織物の電波の伝承がある。絹織物が単語に伝わったのは弥生後期から古墳時代であり、当時の絹織物の先進地は北部九州であって、8人の天女が単語に絹織物と日本酒の製造方法を伝えた。まさに、八女から単語に、絹織物と日本酒の製造方法が伝わった、弥生の事実が伝承として残っているのである。いろんな事情が重なって未来永劫決まらなそう。これだけ調査がされても何にも出てこないんだから、そんな国はそもそも存在しなかったと考えるのが合理的かと。卑弥呼は道教の呪術を行っていたとされるから、道教において新鮮の果物である桃の種が出土していることはアドバンテージが高い。桃は卑弥呼の敵対勢力だ。無知鬼イコール卑弥呼の軌道、桃イコール道教のシンボル。軌道とは正当なやり方ではないという意味らしく、道教とも違うようだ。統治法が中国から見たら異質だという意味か、中華のまじないと比べ異質という意味かまではわからない。軌道とは、生命の根源の太陽神を崇める儀式。太陽の位置や日照時間などから、食料である稲作りのためのスケジュールを占っていた。ここで、スレミンが別の日本史板での見解を持ってきた。邪馬台国の位置を検討しているようだ。さて、こうしてクナ国の領域を考古学的に検証してみると、以前作ったこの地図はかなり正しいように思えるな。当時はまだ免田式土器の知識が足りなかったから、クヌの国に阿蘇地域を含めていないなどの欠点はあるが、邪馬台国の位置検討の上では支障ないだろう。九州説が有力とされてるけど、俺は機内のような気がするんだよな。だって、もし九州だったら、どうやって九州の邪馬台国から機内の大和に権力が移ったんだ。日本人の DNA は9割が弥生人、1割が縄文人だが、機内、とりわけ奈良県を中心に最も弥生人が濃く、そこから鬼ほど縄文人の血が濃い傾向がある。九州の南部は内地では最も縄文人が優勢な地域だし、北部もどちらかというと濃い地域だ。そんなところが弥生人中心に成り立った和人の最高権力の座だったとはとても思えんのだよな。九州の芸面鬼頭氏がいる邪馬台国と、近畿の大和王権が別物だから。じゃあ邪馬台国は当時の日本列島の小国を束ねるような強国だったにもかかわらず、史書にも神話にも全く残らず勝手に自然消滅、あるいは近畿の大和に秒で征服されたのか。そんなことってあるか。神宮皇后期200年後の邪馬台国が滅ぼされる記述があるじゃん。そんなものがちゃんと書いてあったら、そもそもこんな論争起きてないわ。邪馬台国と大和王権が同一か別物かもわかってねえのに。古事記の国海神話にも大和民、狩猟民が多数派で書かれているので、支配層は渡来系かもしれませんが、人口比は狩猟系の方が多いのではないでしょうか。やたら九州が必死だからならだな。ここで九州民が切れた。機内説を押すスレミンたちに、かましていく。いいからさっさと説明しろよ奥山。桃はお供え物だとか捏造してる機内説に言ってやれよ。桃の種が発見されたのは炸裂の下の別の遺構。建物とお供え物の桃が同時期に存在したとは言えない。ちょうど伊都国あたりの天皇家が東へ移るための足場か。そのための徴税基地みたいな。大和と共も祖姫。息子がキビツビコ。桃太郎。桃祖姫の子供だから桃太郎。多分こんだけの話だと思うんだよね。序盤でも解説したが、大和と共も祖姫は、古代日本の皇族で、脱婚型の巫女という説があり、卑弥呼の有力なモデルとも言われている。近畿説って箸墓古墳に卑弥呼が埋まってるとしてるんだけど、だとしたら裸足で山の中歩いてたわけ？海なら石が丸いんだけど。
貝塚はどこなんだろうね。海の中に入った時に魔除けになると入れ墨してたって義士は神殿に書いてあるのにね。桃太郎は歴史が結構浅いんじゃないの？木の城城跡は間違いなく大陸系城壁だし、旧町づくりを見たらなんか違う情緒があって見応えがある。邪馬台国が近畿の豪族王権に合併吸収されたんだろう。とりあえず社名は邪馬台から大和で行くぞって。大陸にも名前は知られとるしって。まず大和に進出していたのは縄文系の長洲彦である。これに物のべしの祖先、右早比嘉、高間の原イコール博多湾周辺の名国から進出していった。その後、吉備から大馬城氏が牧向に進出し、その後、日向の生き飯が縁石関係を通じて、大和に進出していった。そして最後に、生き飯の息子大和武尊を養子にもらった丹波氏が、熊祖征伐の後、丹後から畿内、東海、関東甲信越へと進出していった。まあそもそも日本列島って朝鮮半島の切れ端だしな。機内にあった方が圧倒的に面白いのは確かだよ。九州だったら大和王権にあっさり部された地方小勢力で話が終わってしまうわ。和人城に邪馬台国は和人連合の名手と書いてあるのだから、素直に読めば邪馬台国イコール大和朝廷だろう。上国の東にも独立勢力の和人がいたんだろ。ここ近年は徳之島説が有力らしいけどな。その前は鹿児島県の隼人町だった。興味深い。本探してみる。蓬莱がどこなのかずっと考えていました。邪馬台国は生き飯の男子と御馬城氏関連の娘との間にできた大和武尊皇子を養子に迎えて、畿内へと進出していき、その息子の忠愛が天皇になっている。まあ北九州で確定したんだけどね。いかに畿内にあるかのように見せかけるかを研究する学問って感じだね。ある意味知的作業ではあるが。ここで、丹後半島イコール京都の北部、日本海に接する場所に残る伝説を踏まえた興味深い推測が挙げられた。丹後半島の歴史は興味深い。紀元前後に丹後半島の中心勢力が変わったんじゃないか？弥生時代中期までは鉄鉱房が盛んであった。弥生時代後期になると中心集落の位置が変わり、朝鮮半島に類似した墓、朝鮮半島製と思われる鉄塔が出土するようになる。丹後半島と入れ替わるように淡路島や池上曽根遺跡、少し遅れて伊吹山など畿内周辺で鉄鉱房が営まれるようになる。紀元前後丹後半島で鉄鉱房を営んでいた勢力が畿内に逃れてきたと思われる。その後畿内の勢力の協力を得て淡路島や伊吹山に拠点を構えたんじゃないか？伊吹山には山田のオロチの神霊が眠ると言われている鉄、水子、ひょっとこ、風の神品津彦の御子と、品飛べの御子と。品は息が長いという意味だが、沖永氏と関係があるのかな？鉄鉱房の勢力は山田のオロチかもしれない。忠愛天皇が熊村に、された時点で、三門やめの邪馬台国は滅んでしまったのは間違いないだろう。しかし、分家は日本全国に散らばっていたので、神宮皇后がそれをまとめて、熊村を即座に倒した。大和政権誕生は東西ではなく、和国大乱を経て東海勢の西勢&三人勢の南勢。次の大きな歴史の転換期は4世紀の大和武尊の伊吹山行きかな。伊吹山で大和のオロチの勢力と戦い深傷を負ったのか敗れたのか、次は沖永氏の娘神宮皇后に場面が転換する。大和大国から大和王権成立までが空白とされて日中の史書に記述がないことになってるけど、これ本当は分かってんでしょ。こういう時は大抵、元王朝に都合が悪いとずっと隠される。ケネディアン、の情報が公開義務の期限が過ぎてるのに全て発表されないのと一緒。現在の為政者にとって都合悪いことは表に出ない。元織宣長の頃からなんだが。その時から同じ王朝が続いてんじゃん。うん、わかってる。実は、義士は神殿をちゃんと読めばやばい話が書かれてる。学者たちは必死に見えなかったことにしてるけど。ご感情によれば、那国が和国代表として徴候してたのに、義士で、那国は単なる邪馬台配下の国だとわかる。つまり、漢の時代、那国の裏にいた邪馬台が真の列島覇権国だとわかる。ところが、その邪馬台、和国大乱巻末の2世紀末に負け、覇権放棄を訳している上位イコール権を持たぬ王の即位だ。邪馬台の港を謎の存在大大和が抑えていて、この大大和こそ大乱の勝者で、徴候した邪馬台の裏にいる新覇権国だとわかる。大大和イコール後の邪馬台イコール奈良は、軍門に下ろした邪馬台を漢の次の王朝、結果的に義への徴候料に存続させてたわけで、4世紀頭に華北が完全崩壊し、東亜に徴候秩序が消えた際、滅ぼされるのは必定だった。そして滅ぼした大和の権威を大大和が継いだので、大大和改め大和と書いて大和と呼ばせた。それ、あなたの感想ですよね。後半は推量ですか、文献とかありますか。
ちょっと無理な解釈のようにも見えますが、神武統制説からすると日向あたりを出発した山一国が奈良盆地にたどり着いたと見るのが自然のような気もしますが。なるほど、しっくりくるな。大和で大和は無理あるけど、邪馬台で大和は普通に読むからな。大大和は連合軍か。大陸とのつながりがないから邪馬台の権威を継いだと。そりゃ古事記や日本書紀に邪馬台が出てこないわけだわ。紀内の牧牧政権は、古墳の出土品から見て、吉備とつながりが深いことは間違いないし、それは危機から見て主人であることは間違いないだろう。それが派遣した指導将軍の範囲が、牧牧の外来土器の出土状況と一致しており、牧牧政権イコール吉備出身の豪族の主人長であることがほぼ決定づけられるのである。それが義志和神殿では、邪馬台国の副長官の御末と明記されているわけだから、牧牧政権自体は、邪馬台国の本体ではないなと、確定することができるのである。え？邪馬台国の副長官だったの？有力そうな情報。日本史オタクのスレミンたちの話は止まらない。後の大和政権から見て、大和に最初に勢力を張って、日本の各地を制圧したのは御馬城主人になる。しかし、天皇家自体は御馬城氏と縁戚関係はあったものの、出自は日向の豪族であって、邪馬台国の丹波氏とも縁戚関係があって、最終的に、丹波氏に養子行った大和たけるの命の子孫が、大和政権を継承した。この本来三つの氏族の物語を、一系統の物語にまとめたのが、日本書紀や古事記の伝承だと考えられるのである。一つ言えるのは、芝居の功績をことさら高めるために邪馬台国の位置や規模にも誇張と嘘があるから、そっち方面からは場所の否定ができない。辺境の地を大きく囲うが小さく囲うが、それで業績評価はされないと思うけどね。和人にヒアリングして書いたんだろうから、和人の記憶と公開術がいい加減だったとしか。義志和人伝は、三国志義志統一伝の中にある和人城というもの。一つの書物の中の一部である。書物の中には、他国のいろいろな民族について、700字から1000字程度で記されているが、和人については、2000字近く記述がある。日本人の慣習や地理、俗に関することがたくさん書かれているのだが、真実ではないことも書かれていると言われており、謎に包まれている。芝居の政敵だった宗信が大下志国という大国に長考させる手柄を立ててるから、それに対抗するには芝居が長考を促した邪馬台国が実は動員レベルの小国だったなんてことはあってはならない。真偽大下志王の金印と真偽和王の金印は義の外交的に一対になってる。これ、なので距離も人口も当てにならない。まあ機内説に一つ弱点があるとすれば、宗英から送られた鏡と金印を天皇家が持ってなきゃおかしいんだけどな。鏡と金印渡してきました報告が嘘でなかったらとかいう話もあるね。女王には会えなかったが、取りまその辺に渡してきたみたいな書き方してある。途中で紛失するからね。元々の天野村雲の剣は宮中から伊勢神宮へ、そこから大和たけるの命と通して熱田神宮に行った。宮中にあるのは壇の浦に沈んだ後、伊勢神宮から献納されたコピーだし、八坂にの勾玉は安徳天皇と一緒に沈んだけど箱ごと浮かび上がってきたとかいう話になってるし、これを神事としてる。つまり王権の象徴。八田の鏡は3回燃えてるし。そんなもんよ。三国志でも伝国の国事見つけた人は、でしまったからな。よく続きますね、このスレ楽しい。私の感想です。邪馬台国の謎について、わかる時があるのだろうか？決定的な証拠が見つかるまで、真相はわからないが、2023年6月7日のニュースによると、吉野ヶ里遺跡で見つかった石棺は、来週中には、墓の中身の調査に入るそう。ただ、中身は、かなり土が入ってしまっているようで、遺体があっても腐っているかもとのこと。一番硬い葉は残っている可能性があるという。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは、邪馬台国についてどう考えますか？コメント欄で教えてください。この動画が気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。